お坊ちゃまいけません。よー、これでよした。思えば随分遠回りした。女の子とうまくいきそうな時に限っていつも冒険に駆り出され、その恋はゲームセット。しかしこれからの男は安定した生活、土地に根を張って生きる。冒険とはおさらばだ。これでもうどうだい。ソラキちゃん、おやふくん、いる？ウルフ、足ですよ。お忘れですか？おやふくん、ソラキちゃん、クリスマス、ウルフくん、めっけ。それで何のご用事かな。あ、もしかしてまた冒険に誘いに来たとか。今俺ちょくら忙しくて、これからはあんまりソラキツさんと旅をしている暇はないっす。ソラキツさん、よう忘れた。まあいいっす。今日はせっかく来てくださったんだから泊まってってください。わーい、ウルフくん、おやすみ。では誓いのキッス。モテモテ作戦は、ウルフくん、ノリノリだね。
まだ楽しそうなやつがいるぞ。じい、お前行ってこらしめてこい。お坊ちゃま、これ以上何を。陸地は全部水の下になってしまいましたぞ。早く元に戻しませんと、お父上にバレでもしたら。うるさい、お前早く行かないとどうなるか分かっているのか。分かりました。まったくお坊ちゃまと来たらどうなることやろう。ここから立ち去れ。ここは水の大魔神様の領域じゃ。お立ち退きなされ、何言ってんの。んなこと言ったってこっちは火事もないし流されてるだけなんだよ。無茶言うな。立ち去らぬのならこちらにも考えがある。そんなこと言ったっては。やめろよ。我々水の民は水を操る神でして、そのまとめ役が水の大魔神様です。大魔神様は世界の海の水の量を調節するお仕事をなされています。ん？じゃあ今回のことは。実は大魔神様がお出かけの間にお坊ちゃまがお父上のメダルを持ち出して陸地を水浸しに。お坊ちゃまです。誰だ、出てこい。イカさんだ。くっ、お前か。陸地を沈めちまいやがったのは。ひでえことしやがって、なんてことするんだい。よくも俺のモテモテ、いやいやマイホームを土地を貸せ。イルちゃん、お前は自分のことを何だと思っているのだ。なんだお前は、ただのガキンチじゃねえか。口の聞き方を知らないな。俺様を誰だと思っている。俺様は水の大魔神の息子、アクアウォーター拾った様だ。拾った、バカにするな。うるさい、つばぎ。お前なんかに俺の土地が奪われたかと思うと余計に腹が立つぜ。とっとと俺のマイホーム返せ。なんだお前は、マイホームマイホームってうるせえな。うちでも買って女に持ってようとでも思ったか。うるせえ、そんなことじゃねえ。大方雑誌の記事でもうのみにしたんだろ。黙れ。お前にそんなこと言われる筋合いはねえ。お前はなんだ、まだおしめしてるガキのくせに。だいたいその頭はなんだ。松茸でも生えてんのかこれ。君には僕のセンスがわからないようだな。じい、役立たずの君ももう必要ないよ。どうやら俺様を怒らせてしまったようだな。天国に行ってからああ日よろった様を怒らせなければよかったなと思うぞ。思い切れ。Die!
番ながら抵抗させていただきますぞ。それそれ、向かうところ敵なしなのよ。しかもまだまだ大きくなるんだ。つらぁ、チキシュー、派手に壊しやがってよ。みんな、スラキッツァー、ブラッカー、スラキッツァー、上へ参ります。やるぞやるぞ、スラキッツァのお帰りですぞ。無茶、消えてろ。まっすぐ片付けてやる。しゃあ、お帰りなさいまし。父上ごめんなさい。思い出した、フルックに言うこと。ああ、訪ねてきた用件っすね。ジジ君が言ってた。ジジ、ウルフ君に水難の層が出てるって。もうちょっとそれ早く言ってくださいよ。